雪と泥。山本柊五郎。一。いい男って言うんじゃないんだ。うん。おとなしくって気の弱そうな性分がそのまま顔に出てるって感じさ。まだ若いんだ。もういい加減におよしよ、お前さん。それは罪だよ。おつねが首筋へおしろいを塗りながら言った。 それに世間には早そ々うそうかもばかりいるもんじゃないからね。今にひどい目に遭うよ。黙っててよ、常姉さん。千代のがしたったるい口ぶりで言った。それでねえ、それでどうしたの、おしの姉さん。立ちくらみの真似をしてみせただけさ。どんな風にちょうど、伝法院の門のところだったね。おかちゃんと一緒に後ろから追い抜いて行って。 ちょっと立ち止まって、それからふらふらっとお母ちゃんの方へ倒れかかったのさ。それで立ちくらみのように見えるのコツがあるんだ。とおしのは帯を畳みながら言った。腰の力を抜いて、片っぽの膝をこうガクッとさせるのさ。ざせいを出した後で始末をしに立つときみたいにかい。寝転んでいるゲレマツが言った。 ふーん、久しくそんな思いをしたことがないや。たまには始末を死に立つこともできなくなるほど、聖を出す相手に会ってみたいね。お願いだから黙っててよ。千代のは体をひねりながら言った。あたし、推しの姉さんの話を聞きたいのよ。聞きたくってしようがないんだから。ご章だから邪魔しないでよ。聞いて真似でもしようってのかい。ゲレマツは、 小指の爪で歯をせせった。ふ、うん、そんな柄じゃないよ、お前は。そういうことのできるのは、おしのさんのような器量と、おしのさんのように目から鼻へ抜ける知恵がなくちゃだめさ。お前なんぞはそれより、銭箱でも磨いて、よーくそこらを抜き揃えて。自分のあだ名を証明するかのように、ゲレマツは思い切り悪どい表現で、 ずけずけと露骨なことをうまくしたてた。この六畳の部屋は北に向いているので薄暗く陰気であった。古ぼけたタンスが二竿を片方へ歪んだ茶ダンス、縁のかけた長持ち、塗りの剥げたつづらなど、いくつかの風呂敷包みと共に壁に沿って置いてある。節だらけでひび割れた柱には古流祭の柱へ。 みんな、危ないであり、どれにもその一部に、墨で黒く、みだらな過失がしてある。が、ベタベタ貼ってあるし、派手な色柄の着物や下着を自堕落に掛け並べた壁にも、役者の大首や縁起絵や、大阪の危ないなどが貼られたまま、裂けたり、はげかかったりしていた。畳の上には、脱ぎ捨てた着物や、細紐や、旅や、 切れた三味線の糸や丸めた紙くずなどが散らばっているし裸のままの三味線が二丁針穴のいっぱいあるあんと一緒に隅の方に立てかけられたまま埃をかぶっていたそうして北向きの格子窓のすすけた障子に滲んでいる十一月下旬の黄昏近い光がこれらのものの上に いかにもわびしく、さむざむとした色を投げていた。格子窓の外は狭い路地で、ドブ板を踏んでいく人の足音や、駆け回る子供たちの声などがやかましく聞こえてきた。柳橋の稲荷の前を入った平江門町の中通りにつながる三つの路地に、同じような家がとびとびに七八軒あった。 踊り、時和津、清本などの稽古所の看板を出し、いずれも二人か三人ぐらい若い女を置いている。師匠という女が彼女たちに歌や踊りを教えるのは確かであるが、それは形ばかりだし、よそから稽古に来る弟子などはなかった。若い彼女たちは稽古事よりも肌の手入れや髪化粧に時間を潰し、 予備に来るものがあると、大抵は素人風のこしらえで、どこかへ出かけてゆき、時には三日も五日も泊まってくることさえあった。この家には水木流の看板が出してあり、四人の女とおかつという下女がいた。今、肌脱ぎで鏡に向かっているおつねが一番年かさであろう。それからゲレ松、 『おしの』『千代のという順らしいが『おしの』だけが器量も姿も際立って見えた」「それからあたしその人に言ったのさ『東中町に昆いな茶屋がありますから『すみませんがそこまでお連れくださいまし』って」「その人お侍だったのね」「しかもご耐心のさおしのは座ったまましごきをといた」 着ているものもパリッとしているし、刀脇差しのこしらえもいいし、陰籠は高巻絵だったわ。梅の井にはちょうどおさんちゃんがいて、あたしが目で知らせるとすぐに飲み込んでくれた。格好を見ればわかるのね。本当に推しの姉さんが作るとどこから見たって立派な大棚のお嬢さんだもの。お前さんに褒めてもらったってしょうがないよ。この鏡はダメだわ。 おつねは鏡に息を吹きかけ、肩にかけている手ぬぐいでその後をこすった。もう、とがせなくっちゃ見えやしない。いつものじいさんは来ないのかしら。その人と今日まで幾度あったの今日でご旅目さ。じゃあもう、こっちのものだわね。聞いた風なこと言うんじゃないよ。ちょっと、あれ取ってちょうだい。おしのは、 道抜きの長襦袢を脱ぎ、壁にかけてある、大梅島の合わせを指さした。おお、寒い。その火鉢、火が入っているの一体。もう少し、墨をついたらいいじゃないか。おあいにくさまね。はかりの粉墨じゃ、山とくべたって暖かくはならないよ。ゲレマツはこう言ってあくびをした。今夜もお茶引きか。やれやれ。 なっちゃないや。今に引っかかるよ。おつねが言った。きっと、今に引っかかるから、いい加減にした方がいいよ、星野さん。心配しないでよ。あたし姉さんと違って、白状なんだから。星野は立って着物を着ながら言った。姉さんは情に脆いから、そうでもない男にこっちからハマっていくんだもの。 そうしてよせばいいのに子供なんか産んで、その子を育てるのに好んで苦労しているじゃないの。あたしにはそんな真似しろったってできやしないわ。姉さんこそ、ちっとしっかりしてちょうだいって言いたいくらいよ。おつねは横目でおしのを見た。子供のことを言われたのが勘に触ったらしい。だが何も言わずに化粧を続けた。おしのは、 21になる。21という年が体にも感情にも溢れているように見える。色が白く、キメが細やかで、肌は全体にぬめのように光沢を帯びていた。その肌は斜めに見ると透き通るように思える。顔は下膨れで、眉と目の間が広く、そのために目を伏せるとびっくりした道女のような表情になる。 声も甘ったるく、子供めいていて、購買と話すときの辛辣で遠慮のない言葉も、どこかしら間延びがして、毒がなく聞こえた。あら、おかっちゃんが帰ってきたわ、千代野が言った。彼女は何かの空き箱に入っている粉ミを、その箱ごと火鉢の上へ持って行って、 箱の隅から火箸で粉みをかき出しながら、後ろへ振り返ってそう言った。そうするとすぐに障子を開けて、おかつが入ってきた。五尺そこそこの痩せた体で、色が黒く赤毛である。しかし、引き締まった口元や離婚層によく動く目元は、昇華の小間遣い風な着付けや髪形によく調和して見えた。ただいま。 と、おかつは抱えている小さな包みを置きながら、おしのの前へ来て座った。今日はうまくいきましたよ、姉さん。どこへも寄らずに、今日はまっすぐお帰りになりました。それで、どうだったのみんな本当でした。と、おかつは言った。神田の明神様のちょっと手前で、立派な大きなお屋敷です。ちゃんと確かめたろうね。 うまくいってご門番に聞きました。小出又左衛門様のお屋敷で今入っていらっしゃったのはご子息の織之助様だってお年寄りの門番が教えてくれましたわ。おしのは当然なことを聞いたようにうなずきながら銭入れを出し、いくらかを紙に包んでおかつに与えた。ありがとう。お汁粉でも食べてちょうだい。嫌ですわ、番たびこんな。 おかつがそう言ったとき、格子戸の悪音がし、ひどくしゃがれた女の声が聞こえた。ごめんなさい、おしの姉さんおいでですかあら、日がけのおばさんだわ。おしのは閉めた細帯を撫でながらおかつに言った。おかっちゃん、すまないけど、今細かいのがないから、それをおばさんにやっといておくれな。に 痛み主めは浮かない顔で池の方を眺めていた。小で織之助は熱心に話していた。どうかしてうまく自分の思うことを伝えようとして言葉や表現に苦心しているらしいが、そうすればするほど話しぶりはたどたどしくなり、それがまた痛み主めになおさら疑惑を持たせるようであった。 雪もよいに曇った午後の空を映して、忍ばずの池は冷たく、錆びたような光をたたえている。水の上には、ところどころ、枯れた蓮や、ヨシや、ガマなどが、折れたり倒れたりして、暗い茂みを作ってい、その影で、しきりにカモの群れが騒いでいた。地盘に並んでいる茶屋も、 あまり客がないと見えてひっそりしているし、池の向こうに見える本郷台の武家屋敷や深い小立ちも、物上にじっと息を潜めているように感じられた。多分よくある話だと思うだろう。どう言ったらいいかわからないが。織之助は口ごもり、手の甲で額をなでた。 初めて見た途端なんだ。まだ口も聞かないうちに一目顔を見た途端に、ああっと思った。紛れもないこの人だ。何十年も別れていた後でようやく会えた。やっと巡り合うことができた。この人だ。言ってみればそんなような気持ちだった。何十年も別れていたってその娘も 同じように言っていた。二度目の時だったが、今まで嫁に行かないでいてよかった。随分縁談があったけれども、自分にはもっと他に人がいるような気がして、どうしても承知することができなかった。それがあなたを見た時に、すぐに、織之助は目を伏せながら声を潜めた。こう言って、娘は長いこと泣いた。 シュメは、おりのすけを見た。その娘の家は、アきんどだって。小伝馬町の美濃章といって、太物ん屋では、指折りのアきんどらしい。娘がちょっと経ったとき、おかつという下女がそう言っていた。もちろん、確かめや、しないだろうな。その店をかどうしておりのすけは、友の顔を見た。 ああ、まだ、痛みには信じられないんだな。小出は、純真すぎるからな。これまで友達付き合いもあまりしないし、酒も飲まないし、女遊びなんかもしたことがないだろう。学問所ではもう反省だが、武芸は嫌い。まるっきり世間というものを知らないんだから。それとこれと、どんな関係があるんだまあ、聞けよ。 とシュメが言ったそんな風に道で出会って一目でお互いが生涯を託す相手だと認めたという無論絶対にないことではないだろう現実には廃止小説などの及びもつかない偶然がいくらもあるものだからしかし小出のようにそう頭から信じ込むのも無用心すぎるでは何を用心したらいいんだ 織之助が言った。私が誘拐されて、身の代金を取られるとでも言うのか何、それには限らないさ。他にも、手はいろいろあるよ。後ろで足をがした。市販の縁台で話している二人の後ろへ、茶店から老婆が湯明かしを持って近寄ってきた。熱いのをお差しいたしましょう。 老婆はこう言って、縁台の上の土瓶へ湯を注ぎ、そこにあるくず餅の空き皿を片付けて戻って行った。金ということだったが、主メは思い出したように懐へ手を入れた。頼まれがいがなくて恥ずかしいけれど、これで勘弁してくれないか。だいたい俺に金の話なんて無理だよ。すまない。鬼之助は、 顔を赤くし、渡された紙包みを受け取って頭を下げた。何にしろ、たびあってたびとも、娘が茶屋の払いをしているもんだから、いくらなんでも今日はこっちが払わないわけにいかないんだ。と言って、他に頼めるあてはないし。小出家は五千石の大臣じゃないか。親父殿は理財家で、 金箱には小判がうなっているというのに、その一人息子が、俺なんぞに小遣いを借りるなんておかしいぜ。すまない。必ずこれは返すから。要せをつまらない。しめは、土瓶の茶を二つの茶碗に注いだ。それで、結局のところ、どうするつもりなんだ嫁にもらおうとでも言うわけか まだそこまで考えてはいないけれど、しかし、やがてそうなるんじゃないかと思う。とにかくしっかりしてくれ。ホタルとヘビの目とは同じように光るというからな。シュメは茶をすすりながら言った。もしも相手が本当に大棚の娘で相当な持参金でもつくとすれば、 おいでの親父殿は喜んで承知するだろう。いずれにしても早くその店を確かめておく方がいいね。ありがとう。近いうちにそうするよ。織之助も茶碗を取り上げた。趣味と別れて歩き出したとき、織之助の顔には暗く塞がれたような色が現れた。 二人は同じ二十五歳で、シュメの方が老けているため、一緒にいると二つも三つも若く見えたが、一人になるとその若さがにわかに消えて、惨めなくらいしぼんだ表情になった。乳和というよりも臆病そうな目つきや、鮮やかにはっきりした眉や、小さな厚い口元などにも、育ちの良い坊ちゃん臭さと、やはり、 昇心な臆病らしさとが入り混じっていた。親父殿は理財家だからな。シュメの言葉が錆びた釘のように織之助の耳に突き刺さっていた。金箱には小判がうなっている。シュメは出まかせを言ったのではなかった。小出の家には確かに金がある。 父の又左衛門は変質的な臨食官で、密かに金貸しまでやっていた。はじめは旗本仲間に頼まれて融通するくらいだったが、謝礼をもらうことから癖がついたようで、いつかしら氷を取って貸すようになった。父の臨食は生まれつきのものらしい。昔から財布は自分で握っていて、 こまごました日曜の雑費さえ母の自由にはならなかった。母は保護紙の二寸角に切ったのを与えられていて、それに必要な品目と代価を書き、父のところへ持って行って金をもらうのである。すると父は入念にその伝票を読み、渋い顔をしながら懐からおもむろに財布を出す。その財布は陰伝側で長さ、 一尺五寸ばかりありすっかり手ずれて古くなっている。それはいつも小出しの銭を入れて横に四つ折ってあるのだがそれを懐から出し片手で口のところを持つと折ってあるのがパタパタと長く垂れるそうして片手お財布の中へ入れながらすぐには銭を出さないでしばらく文句を言うのであった。 またげたか。この間買ったばかりではないか。あれはもう履けないのか。台所の費用も限度まで切り詰めてあり、物価の工程に関係なく、十年一日のように決まっていたし、時にはしばしばゴミ箱の検査をした。野菜の切りくずなど無駄に捨てはしないかというのである。魚類などが食前に昇るのは、 年に幾度と数えるくらいのもので、それも大抵自分で釣ってきた。釣りだけはただ一つの道楽で、と言っても金のかかる釣りではなく、竿は一文座を出し、絵は自分で掘って、船などは決して雇わず、ただ騎士を釣り回るだけである。そうして獲物もすぐには食べない。白焼きにして干しておき、 食べる時にも頭や骨は捨てないのである。頭や骨はもう一度焼き、粉にして煮出しに使ったり、そのまま飯にかけて食べたりした。また、父の性質を最もよく表しているのは、醤油の使い方である。彼は醤油というものを決してそのままは使わない。同僚の水で濃い塩油を作り、それを混ぜて倍に薄めるのである。 したがって、煮物などはいつも水っぽくて、塩辛いばかりであった。煮物を醤油で黒く煮るなどというのは、孫か人足どものすることだ。父はいつもそう言って、その倍に薄めた醤油を薄口と呼び、それを使って煮るのを上品な調理法だと主張していた。そうだ。 痛みの言う通りだ。歩きながら織之助は首を振った。彼は五百石余りの古ぶしんだし、妻もあり、子もあるんだから、俺が彼から借りるという法はなかった。だが、趣味の他には、そんなことを頼める相手がなかった。父からもらう小遣いは、年に一両二部で、よほどの理由がない限り、 臨時の必要などは絶対認められない。仮にうまく口実を設けたにしても、それで騙されるような又左衛門では決してなかった。織の助は胸の奥にザラザラした痛みを感じながら、ふと立ち止まって空を見上げた。ああ、そうか。と彼はまた、シュメの言葉を思い出した。 そういうことには気がつかなかった。確かに。それなら父も反対はしないだろう。もしも持参金をつけてくれるとしたら。三。織の助はすっかり当惑した。梅の家着いたのは約束の時刻より少し早かったが、おしぬはもう来て待っていた。そうして彼が座ると間もなく、 先に命じてあったと見えて、二人の前へ趣向の禅が運ばれた。これでは払いが足りなくなるかもしれないぞ。彼はすぐにそう思った。痛みから借りた金は極めて少額だった。それでもこれまでのように茶と菓子だけなら間に合うであろうが、酒や料理をとっては足りそうには思えなかった。お酒なんかとって、 悪うございましたかしら。おしのは、おりのすけの目を見た。でも、堪忍してくださいましね。今日は、どうしても、少し、召し上がっていただきたかったんですの。ね。どうかそんなお顔、なさらないで。いや、悪いなんてことはないけれど、私は、あまり、飲みつけない方だから。でも、今日は、召し上がって。 おしのはすぐに感どくりを持った。ね。お願いですから、今日だけは、あたしのわがままを聞いてくださいまし。どうしてそんなことを言うんです。今日だけはなんて、何かわけでもあるんですかええ。おしのはうなずいて、それからパッと明るく微笑した。でも、そのお話は、後でしますわ。さ。 どうぞ、杯をお持ちになって。おしのは折の助に釈をし、やがて自分でも杯を持った。ひどく当枠しながら、折の助は進められるまま杯を重ねた。おしのはいつもより際立って美しく見えた。紫色の字に菊の模様を散らした小袖が、色の白い顔によく似合い。 少し絵紋を抜いた襟足の滑らかに脂肪を包んだ肌が吸い付きたいほど斜めかしく思えた。その座敷は中庭に面した六畳で片方はふすまで隣の四畳半に続き片方は丸窓になっていた。廊下の方の障子を開ければ周り縁の向こうに狭い中庭の植え込みがあり、 その先には、やはり同じような茶屋の板縁が立っていた。初めてここへ来た時は、ササンカが咲いていましたわね。おしのが言った。ちょうど咲き盛りのようでしたけれど、もうすっかり終わってしまいましたわ。そうかしらん。三日に一度ずつ、今日で六度しか会っていないがね。それでももう、 16日目ですわ。おしのはふと声を潜めた。本当に不思議な気持ちですわ。生まれない前からお会いしているようでもあるし、昨日お目にかかったばかりでお顔もよく覚えられないようでもあるし、あたし自分で自分がわからなくなりましたわ。本当に好きになるとその人の顔が思い出せなくなるというね。 織之助が言った。私も夜中などに思い出そうとするけれども、どうしても顔が思い浮かんでこないんだ。お願いですから、そんな風におっしゃらないで。だって、本当に思い出せないんだよ。お願いですから。おしのは哀願するように言った。そんな風におっしゃられると、私、苦しくって。どうしていいか。 わからなくなくりますわ苦しむことなんかありゃしないやがて二人は一緒になるんじゃないかいいえだめ。そんなことできやしませんわいやできるよ織之助は生真面目に言った長家から嫁を迎えることぐらい武家にだっていくらも礼があるんだ 少しは面倒な手続きや条件はあるかもしれないが、私は必ず、父を解き伏せてみせるよ。それなら、証拠を見せてくだすって見せられるならもちろん見せるよ。おしのはじっと、織之助を見つめ、それから卒然と立って、織之助のそばへ来て座った。こうさせていただいていいわね。 彼女はそう言いながら、織之助の持っている酒好きを取った。あなたのお酒でいただかせて。ね。いいでしょいいけれども大丈夫かな。あんまり酔って、いつかのように気持ちが悪くなると困るよ。あの時は立ちくらみですもの。お酒に酔うのとは違いますわ。おしのはうきうきと飲んだ。 堀之助にもたれかかって酒好きを刺したり、急に手を握ったりした。そうかと思うと不意に黙り込み、眉をひそめてため息をついたりした。酒や魚を運んでくるのは、まだ十三死の小女で、座敷へは入らず、廊下から障子を少し開け、持ってきたものを押し入れるとすぐ去るのであるが、その度に、 おしのは神経質なくらい素早く、お之助から身を離したり、座り直したりした。こんなことは初めてであった。これまではそばへ寄ったこともなく、こんなに甘えた口を聞いたこともない。下町育ちらしい、さばけた風ではあるが、立ち居も言葉つきもしっとりと落ち着いていた。何か わけがあるのだな。すっかり戸惑いをしながら、織之助は次第に強くそう思い出した。暗くなったね。火を入れてもらおうか。いいえ、もう少し。おしぬは首を振りながら甘えた鼻声で言った。酔っているから明かりがつくと恥ずかしい。ねえ、お手を抱かせて。 今日はどうかしているね。何か訳があるらしいが、話してしまわないか。いや、もっと後で。同じことじゃないか。そのお杯きをちょうだい。おしのは、織之助の片手を抱いたままそう言った。私、た言わなければ、もっと言わなければ、とても苦しくって。だから言ってしまえばいいんだ。口では言えないんです。 おしのの声は怒ったように聞こえた。織之助はドキッとして顔を見た。すると、おしのは杯をあおって、禅の上へを置いた。乱暴な動作だったので、それは畳の方へ落ちて転げたが、おしのは構わずに立ち上がった。どうするんです織之助はそう言いながら手を伸ばして支えようとした。おしのはたもとを振り、大丈夫です。 と言いながら廊下へ出て行った少しよろめいたけれども足はしっかりして見えた織之助は吐息をついた開けたままの障子の間から暗く黄昏れた中庭が見えるどれがサザンかかわからないいつか花の咲いているのを見た記憶はあるがそのあたりをぼんやり眺めながら織之助は ににわかに深い,酔いを感じた。ややしばらくして彼は手洗いに立ったそっちにおしのがいるかと思ったのだがその辺りにいる様子はなかったし戻ってきても座敷は空であった「どうしたんだ」と彼はつぶやいた「まさか帰ったのではないだろうが」そして座ろうとした時隣の四畳半で 呼ぶ声がした。こちらへいらしって。おしのの声であった。ふすまを開けると、屏風が回してあり、派手な色のヤグを敷いてあるのが見えた。暗くした色絹ぬのぼんぼりが、そのヤグの色を一層なまめかしく染めていた。ちっとも知らなかった。おりのすけはそっちへ入っていった。 やっぱり気持ちが悪くなったんだな。ヤグの中におしのが寝ていた。織之助が近寄るまで、掛けヤグにじっと潜っていたが、そばに来た途端に彼女はそれをパッと剥いだ。絞りで模様を置いた時色の長襦袢にしごきを締めただけの姿があらわに目に痛いほど色めいて見えた。証拠を見せて。 そう言いながら、おしのは寝たままで、おりのすけの方へ手を差し出した。長襦袢の袖が滑って、二の腕までがむき出しになった。そんな、だって、それは。いや,いやいや、いや。おしのはほとんど叫びながら、半身を起こして、おりのすけの手をつかんだ。あなたは約束をなすったわ。証拠を見せてやるって。ね。 お願いだから、もう何にもおっしゃらないで。おしのはおりのすけを引き寄せた。全く思いがけないほどの力で、おりのすけはヤグの上へ倒れかかった。彼は本能的に起き上がろうとしたが、おしのの両腕が素早く首に絡みつき、燃えるように熱い唇が彼の唇を塞いだ。首を巻いた腕の力も強かったし、 密着した厚い唇にも話すことのできない力がこもっていた。王様、王様。おしのは唇と唇の間で愛だ。ね、ね、お願いよ。織之助は女の手が自分の帯の結び目にかかるのを感じた。彼はそれを拒もうと思いながら、むせるような女の体温と香料の匂いの中で、 全くその力を失っていた。もう死んでもいい。おしのが荒々しい動作の中で言った。これで死ねたら本望よ。このまま死にたいわ。まるで溺れかかっているもののように、舌のもつれる不鮮明な言葉であった。それは立て回した屏風に響くほど高く、そして乱れていた。折之助は、 失神しそうな感覚の嵐の中で途切れ途切れにそれを聞いた。そして、やがて、おしのが低く泣き始めた。織の助が起きて身支度を終わっても、おしのはヤグの中で顔を隠したまま泣き続けた。堪忍してください。泣き声の中で、おしのはおろおろと囁いた。私。た 悪い女です。どうか、堪忍してください。織之助はヤグの脇に座って、ヤグの上からそっと、おしのの体を撫でた。悪いのは私だよ。と、彼も声を潜めた。泣かないでおくれ。頼むから。謝らなければならないのは私の方だよ。いいえ、私、悪い女です。 あなたは何もご存知がないんです。あなたとこんなことになってしまって、私とても生きてはいられませんわ。なぜそんなことを言うんだ二人は必ず結婚できるんだよ。私を信じておくれ。私はきっとうまくやってみせるよ。勘忍してちょうだい。おしのは叫ぶように言って、ヤグの中でブルブルと震えた。私、 嘘を言ったんです。あなたを騙したんです。だから、生きてはいられないんです。織之助には訳がわからなかった。バカなことを言うもんじゃない。おしのは何も騙したりなんかしやしないよ。すみません。堪忍して。おしのは羽を置き、織之助の膝にかじりついて、激しく泣きながら身もだえをした。あたし。 美濃将の娘なんかじゃない。と、おしはあえぐように言った。どこの娘でもない。あなたなんかの知らない、汚れた、癒しい悪い女なんです。はっきりお言い,い、それはどういうことなんだ私あなたを騙しました。はじめから、騙していたんです。と、おしは言った。私の後ろには、 悪い親方がいます。あたしは病気のおっかさんと三人の弟や妹を養うために、その親方に身を売ったんです。親方はあたしを使ってこんな風に人を騙させ、それからお屋敷へ押しかけていって、お金をゆすり取るのを商売にしているんです。織の助は傍然と口を開いた。蛍と蛇の目は、 同じように光るそうだ。そういった痛みの声が耳の奥で聞こえた。しっかりしてくれよ。彼は震え出した。それでは、と彼は震えながら言った。みんな嘘だったんだね。何もかも。ええ、たった一つ。あなたが好きだということの他は。 私が好きだって「だから申し上げてしまったんです初めてお目にかかった時からあなたが好きになってしまいました死ぬほどもおしのは男の膝を強く抱きしめたお会いすればあなたにご迷惑がかかるでもお会いしずにはいられないどうしてもいけないいけないと思いながらどうしてもお会いしずにはいられなかったんです」。 それは嘘じゃないんだね。それだけは。今夜、とおしのは言った。こんな恥ずかしいことをお願いしたのも、本当のことを申し上げたのも、あなたが死ぬほど好きだからなんです。堪忍してください。私も思い残すことはありません。堪忍して、そしてどうか。今夜限り、私のこと忘れてくださいまし。それで親方の方はどうするんだ あなたにご迷惑はおかけしません。大丈夫だから心配なさらないで。だって、そんな男なら黙って引っ込みはしないだろう。ねえ、おしの。織り助は女の肩をよすった。はっきりしよう。勇気を出して、もっと、はっきり考えようじゃないか。私にはこういうことはよくわからないけれど、結局、問題は金なんだろ 金さえ出せば、お前は自由になれるんじゃないのか。そんなこと、いけません。私にはそんなことはできませんわ。よくお聞き。私もおしのが好きなんだ。もう、お前なしにはいられないんだ。彼は、女の肩へ手を回した。お前は私を騙したと言うけれど、私は何も騙されていやしない。たとえ裏にそんな企みがあったにしろ。 二人の気持ちには少しも変わりはないんだ。おしのが自由な体になれば、それで何もかもうまくいくんじゃないか。ねえ、勇気を出して言ってごらん。どのくらいあれば、その男と手が切れるんだ。おしのは泣きながら首を振った。織之助はうつぶしている彼女を抱き起こし、濡れている方を手で撫でながら、あやすように笑ってみせた。 さあ、一言でいいんだ、と彼は言った。これでも私は、五千石の後取りだよ。おしのはしゃくり上げた。子供のようにしゃくり上げて、全身の力を抜き、ぐったりと重くもたれかかりながら、口の中で、かすかに、その金高を囁いた。堀之助は痛みを感じたように眉をしかめ、だがさりげない調子で聞いた。 それで、その金は、急ぐんだね。この、月杖までなんです。でもいや、私そんなこと嫌です。星野は両手で男にしがみつき、激しく身をもだえながら言った。あなたにそんな、ご迷惑をかけるくらいなら、死んだ方がましです。月杖というと、あと三日しかないな。お願いです。 どうか、そんなご心配をなさらないで、そんなことをしたら、私生きてはいられませんわ。おしのはまた、喉を絞るように泣き出した。もう、あなたに可愛がっていただいたし、心残りはないんですから。ねえ、お願いよ。そんなことはしないって、おっしゃってちょうだい。お之助はおしのの肩を抱き、放心したように、 暗い壁の一点を見守っていた。四。父の今の難度に金ダンスがある。それには誰も手をつけることは許されていない。十いくつかある引き出しや開きには皆厳重に鍵がかけてあるし、鍵束は父が離さずに持っている。おそらく肌身離さず持っているだろうが、 これまで気にも留めなかったので、果たしてその通りであるかどうかわからない。十いくつもの鍵のついているのを、客前持って出るかどうか。途上するとき、食事のときはどうか。いや、絶対に肌身離さずということはない。必ずどこかに置いておくときがあるはずだ。織之助はそう思った。 もちろん、鍵にこだわることはない。いざとなれば、金ダンスをこじ開けるという法もある。父は三日に一度途上するから、その時に十分やれるだろう。どっちにしても、家にはいられない。彼はそう覚悟した。おしのの親方に渡す金は、百五十両である。それだけの金を父に気づかれずに、 持ち出すことはできない。彼はできるだけ多く持ち出しておしのを自由にしそして二人でどこかへ出奔するつもりだった「もう二十五だどこへ行ったって二人の生活くらいはやってゆけるはずだ」。十一月三十日が父の途上日であった。 それまでにも機械を狙っていたが、まるで測ったように、父は風で寝込んでいた。彼がおしのと別れて帰った夜、父は珍しく薬糖など飲んで早く寝たが、そのまま次の日も起きなかった。父は今に寝る習慣なので、そこに父が寝ている以上、どうすることもできない。 織之助は焦った。一度は腹を決めて父に頼んでみようかと思ったけれども父が懐から印伝側の財布を出しパタパタと垂らして渋い顔をしながら手を入れる格好を想像するとそれだけでもううんざりした30日はおしのと約束の日であった。 まさか風ぐらいで途上をやめるようなことはあるまい。そう思っていたが、又左衛門は朝早く家父を呼んで病気の届けを出すようにと命じた。それを聞いて織之助はもうダメだと思った。だが金だけは手に入れなければならない。あの金だけはどんなことをしても。午後になって、 彼は外へ出た。どこへいらっしゃるのと母が心配そうに聞いた。父様もご病気だし、こんな降りそうな天気なのだから、ようでないなら家にいてくださいな。風ぐらいで病気だなんて大げさですよ。そう言うけれど、高い熱が少しも引かないし、今朝から胸が痛いなんて言ってらっしゃるし、普通の風ではないかもしれませんよ。 織之助は気にかけもしなかった。痛みと約束があるからと言い,い、注意された雨雲を持たずに家を出た。昨日から曇りがちだったのが、今日はネズミ色の雲が空をすっかり覆って、今にも降りそうな景色であった。風はないが、気温はひどく下がって、道の脇には朝の雪が溶けずに残っているところもあった。 まるで追われるようにせかせかと広小路まで来て、彼はそこでふと立ち止まった。バカなと、下打ちして呟いた。伊丹へ行ってどうするんだ無意識のうちに伊丹しめの住まいの方へ歩いていたのである。彼は眉をしかめ、首を振った。それから今度は不決断な足取りで歩き出した。 小出は純真すぎるからな。また、シュメの言葉が思い出された。奴らにはいろいろ手があるよ。織の助は唇を噛んだ。痛みはそれ見ろと言うだろう。痛みに限らず、話だけ聞けば誰でもそう言うに違いない。彼は口の中でブツブツ呟いた。 おしのの気持ちのわからないものには、誰にだって理解はできやしない。本当に騙すつもりなら、おしのはあんな話はしないだろうし、あんな風に身を任せもしなかったろう。哀れなのはおしのだ。もう何も心残りはないと言ったが、打ち明けてしまえば会えなくなると思い、おそらく死ぬ気になっているのだろう。 あの口ぶりでは確かに死ぬ決心をしていたようだ。かわいそうに、かわいそうにな、おしの。彼は浅草の方へ向かって歩いていた。極度にまで緊張し続けた三日の間に顔色は悪くなり、頬がこけていた。眠りもよく取れなかったので目が腫れぼったく充血し、 唇は白く乾いていた。寺町へかかるちょっと手前で、織之助はまた立ち止まった。すぐ右側に居酒屋があり、そこから魚を焼く香ばしい匂いが流れてきた。彼はにわかに空腹と酒の酔いをそそられた。痛みに借りたのがある。三日前にも茶屋の勘定は、 おしのが払った。払う時に見ると、彼の持っているだけでは足りないようであった。それで、痛みから借りたものはそのまま持っていた。ここなら足りないようなことはないだろう。もちろん、そんな店へ入るのは初めてである。ちょっと気遅れはしたが、思い切って縄のれんをくぐった。 客は三人ばかりいたらしい。だが、織之助は誰の顔も見ないようにして、焼き魚を魚に酒を三本飲んだ。味も何もなかったし、酔いもしなかったが、三本目の終わりの頃に、思いがけない妙案が浮かんできた。そうだ。彼は我知らず、独り言を言った。 その手があったんだ。番頭の左兵も顔を知っているし、うまく行けば。三本目をあおるように飲んで、感情を押した。これがまた、驚くほど安かった。彼はにわかに軽い気持ちになり、その店を出ると、折よく通りかかったカゴを呼び止めて乗った。カゴをつけさせたのは、蔵前片町の 木の国屋の店先であった。木の国屋は札差しで、十年以上も小出家の暗宿をしていた。言うまでもあるまいが、札差しというのは、旗本御家人の淵食録を受け取人に代わって売買する商人であり、必要に応じてその淵食録を担保に金も貸した。父の性分で、 暗宿から金を借りるようなことはないだろう。その点では動かない信用があるはずであった。疑われさえしなければ大丈夫だ。織之助はこう信じて店へ入った。小出家の係は番頭の左兵で、織之助も顔はよく知っていた。彼はちょうど店に行い、すぐに愛想よく立ってきたが、 用件を聞くと、気厳そうな顔をした。実は父がおとといから寝ているので、と、織之助はできるだけ平成に行った。急に入り用ができたものだから、代理で来たのだが。それはいけませんですな。よほど悪いのでございますか。いや、風をこじらせたらしい。 心配するほどのことはないと思う。背筋へ汗が出てき、足がガクガクしそうになった。突然で迷惑かもしれないが、非常に急な入り用なので、それにうちには尺分はないはずだと思うが。それはもうおっしゃるまでもございません。喜んでご用立て申します。 織之助はカッとのぼせた。思わず声を上げそうになったが、佐兵は続けていった。すぐに用意をしてお供をいたしますから、どうぞ、ちょっとお待ちを願います。いや、それは、と、織之助は慌てて手を挙げた。金は私が持っていくから、わざわざ来るには及ばない。そのために私が代理できたんだから。 い,いえ、それはいけません。しばらくご無沙汰をしておりますし、ご病気とあれば、お見舞いも申し上げたいし、お手間は取らせませんから、どうぞちょっとお待ちください。しかし、その金は、家で入り用なのではなく、これからすぐ届ける先があるので、父の親しい知人なのだが、本所の方の。いや、それだけは。 左ヘは歯を見せて笑った。せっかくですが、それだけはどうも。何しろ小出様の御前は、金についてはごく貴重面でいらっしゃいますからな。これはもう直にお手渡しするより他にございませんので。いえ、籠で参れば暇は取りませんから。こう言って、左ヘは帳場の方へ行った。ダメだ。 織之助は、唾を飲もうとしたが、喉のところに硬い玉のようなものが使えていて、どうしても唾が飲み込めなかった。ではと、彼はどもりながら言った。私は、一足先に行っているから。彼は店を出た。後ろで呼び止める声がした。彼は足を速め、ついで走り出した。恥ずかしい。 なんというざまだ。走りながらつぶやいた激しい屈辱と自分に対する怒りのために全身が火のように熱くなり冷や汗が流れた駒形の辺りまで走るうちにその失敗の動かし難さが次第にはっきりと分かってきた左兵は金を持って家へ行くであろうそして 父がこの話を聞いたら、彼には父の顔が見えるようであった。もうダメだ。家へは帰れない。堀之助は立ち止まった。火のつき始めた黄昏の町の中で固い気をつきながら立ち止まり、くしゃくしゃに顔を歪めた。そうだ。もうダメだ。 白くなった彼の唇が引きずった。左平は家へ行くだろうし、すっかり話をするだろう。もう家へは帰れない。そして、梅の井ではおしのが待っている。彼はめまいを感じるほどの絶望に襲われ、はっはとあいだり、うめいたりしながら、茶屋のある東中町の方へ歩いていった。 5宵の八時、雪が降っていた。織之助は、吉津張の小屋の中にいた。そこは、二本包みの東南の橋で、後ろ、土手の下に、三夜堀の船付きがある。昼間は掛け茶屋になるのだろう。同じような吉津張の小屋が、堀の方を背に、五軒並んでいるが、 今はもう閉まった後で、吉津を回した上から縄をからげてあり、どの小屋にも人はいなかった。織之助の入っている茶店は、下の船付きから登ってくる道のとっつきにあり、回した吉津に縄がかけてなかった。入り口に回した吉津の端がまくれていたので、彼はそこから中へ入り、後をきっちり塞いでおいた。 その包みは、新吉原へ通う道に当たるので、降り出した雪にもかかわらず、酔って連れ立った男たちや、元気のいい声を上げて飛ばす籠などが、かなり頻繁に小屋の前を通っていった。織之助はその度に、縁台から立って、駅を潜めながら、彼らの話し声にじっと聞き入った。時には左手で、刀のつば元を握り、 よしを開けててようとするが、まるで手足が自由にならないかのように、ガタガタと震えながら立ちすくみ、また、縁台へ戻るのであった。同じことじゃないか、だらしのない。と、暗がりの中で彼は呟いた。何をビクビクするんだ。何が恐ろしいんだ。ふん。だがそうじゃないさ。ただ無参刀にやったってしょうがない。 それだけのものを持っているという見当がつかなければ、これは最後のたった一つの運試しなんだ。まあ落ち着け。時間はまだたっぷりあるさ。彼は目をつむって腕組みをした。檻の助は梅の家寄って、押野へ伝言を頼んだ。それから浅草寺の周りをあてもなく歩き、 山の宿というところで酒を飲んだ。おしのえは明日の朝9時という伝言をした。今夜は遅くなるから明日の朝来てくれるようにと。おしのはもう来て奥にいたらしいが急ぐからと言って伝言を頼むとすぐ外へ飛び出した。その時小雨が降り出して。 彼が山の宿の居酒屋から出ると、さらさらした粉雪になっていた。ああ、と彼は首を振った。おしのはあの伝言を信じてくれたろうか信じてくれないはずはないが、もしも信じられなかったとしたら、どんなに悲しみ絶望したことだろう。包みの下で、 船のつく気配がし、何か声高に話しながら、こちらへ登ってくるものがあった。織之助はさっと青ざめ、立っていって耳を澄ませた。酔いざめの水へ届かぬ手枕に、錆びたいい声で歌うのが聞こえた。お前の髪とわしの髪、もつれて溶けぬ中外や。 会いに行くときゃ旅履いて。登ってきたのは三人連れであった。一人が歌い終わると、他の二人がやかましくはしゃぎながら、小屋の前を車の方へと去っていった。ダメだ。と彼は震えながらつぶやいた。やっぱり、持っているようじゃない。それだけの遊びをする客は、もっと違うはずだ。 どう違うかはわからないが、どこかにもっと違う感じがするような気がする。まあ、落ち着け。彼は縁台へ戻ろうとした。その時また、下の船付きから人の声が聞こえてきた。ええ、この二百両みんなでゲスかとしゃがれた太い声が言った。これをそっくりでゲスか 織之助はコクッと唾を飲んだ。そうだ、そっくりよこしな。だって旦那それじゃお約束が違いますぜ。考えてみるとなあ、おっとりとした含み声が言った。お前が金を持っていると、どうしたって先方にわかってしまう。金というやつは持ちつけないものが持つとすぐにわかるものだ。 それでは面白くない。本当に一文無しということでなければ、あたしの出る幕が腐ってしまう。そうだろうへこ。それはそうかもしれませんが、何しろ旦那はお人が悪いですからな。二人は包みの方へ登ってきた。一人は客、連れは奉還であろう。客の方は肥えた体にかっぱ置き、 邪の目がさをさしていた。あたりはすでに白くなっているため、近づいてくる二人の姿はかなりはっきりと見えた。あたしが何が人が悪い手前がアンドンベア入れられる、旦那のところへ使いを出す、旦那が来てくださりゃいいが、あの野郎をもうちょっと困らせてやれ、かなんかで、 ねえ、旦那という方はまだやりかねないんだからこれが。そんな人間は知らないよなんてことでも言われた日には。バカだねえ。客は笑った。今夜は小格子の連中をあっと言わせる思考なんだ。お前なんぞ困らせたってしょうがあるかえ。いいからそれをこっちへ返して、手順を間違えないようにやってごらん。大丈夫で化粧な、旦那。 どうか、摂政なことはなさらないように。二人は小屋の前を通り過ぎ、三軒ばかり行ったところで立ち止まった。二百両、あの手にそれがある。織之助は、吉蔵を跳ねて外へ出た。左右を見たが、他に人はなかった。濃密に降り出した粉雪のために、見えないのかもしれない。 彼は二人の方へ近寄って行った。宝冠と見える男が片手にちょを持って行った。客の方は五十年配で、今受け取ったものを懐へ入れながらふと目を上げて、織之助を見た。織之助は刀を抜いた。刀はちょの光を映してギラッと光った。その瞬間に彼は覆面をしなかったことに気がついた。 顔を覚えられる。彼はちょを刀で叩いた。抜刀の光を見たとき、二人は妙な声を上げたが、ちょを叩かれると、宝冠はヒッと言ってそれを放り出し、そのまま横っ飛びに包みの下へ駆け下りていった。貴様、動くな。通りの助は客の胸元へ刀を突きつけた。動くと切るぞ。 待ってください。金はあります。相手は震えながら、懐へ手を入れた。檻之助は刀を突きつけたまま、片手をぐっと前へ出した。金を出せ、早くしろ。金は差し上げます。相手はおろおろと言った。金はみんな差し上げますから、どうか乱暴なことはしないでください。早く出せ。 騒ぐと切るぞ。突きつけている刀がひどく手に重かった。降りかかる雪がまつげに止まり、それが溶けて目に入りそうになる。相手は恐怖のために上がっているのだろう。懐から金包みを出すのに随分手間がかかるように見えた。早くしろ、早く織之助は手を振って咳立てた。受け取った包みは びっくりするほど重く、危なく手から取り落としそうになった。二百両。これでできた。そう思った途端、織之助は全身が震え出し、両方の膝頭がガクガクとなった。そうして、刀を突きつけたままの姿勢で、後ろ向きに下がり出した時、相手が猛然と飛びかかった。彼は全く不意をつかれた。 そんなことをされようとは思いもよらなかったので、体当たりをまともに受け、足を取られて、青の毛様に倒れた。相手も逆上していたらしい。折り重なって倒れたが、織之助の手から刀が放たれたのを見ると、それを拾って飛び起きざま。両手で棒のように持って、夢中で織之助に切りつけた。誰か来てくれ とその男は叫んだ。助けてくれ辻斬りだ誰か来てくれそう叫びながら起き上がろうとする折之助の肩や首のあたりをちょうど棒で叩くかのように力を込めて続けざまに切った。折之助は羽を着て逃げようとした。左の首のところでビュッという風な音がし生暖かい 湯のようなものが吹き出すのを感じた。騒ぐなと、折之助は手を振った。その手には、もう金包みはなかった。それからまた、相手の男は獣のようにあえぎ、刀を持ったまま、後ろへ下がった。折之助は走り出した。逃げるんだ早く雪が口の中へ飛び込んだ。 三試験走ると、急に目がくらみ、吐き気に襲われながら、横さまに倒れた。そこは、包みの端だったので、倒れるとそのまま、斜面を滑って、包みの下まで転げ落ちた。逃げるんだ。彼はすぐに起きようとした。早く、さもないと捕まるぞ。だが、体の自由が効かなかった。 無理に起きようとすると、ずるずると滑って、ほとんど堀へ落ちそうになった。彼は左手で地面をかきぐり、枯れた草の根を掴んだ。首の脇から吹き出す血が、みるみるうちに、雪をどす黒く染めていった。できたよ、おしの、と彼は呟いた。しかも二百両。ほら。 ここにある。彼は掴んでいる草の根を揺すった。待っておいで。すぐに行くからな。もう大丈夫だ。これで何もかも良くなるよ。包みの上はひっそりしていた。そして山の宿の方から飛ばしてくるカゴの景気のいい掛け声が近づいてきた。 だから私がそう言ったでしょ世間にはそうそうかもばかりいるもんじゃないっておつねが針へ糸を通しながら言ったあんたは器量も頭もいいし自分でも凄腕だと思ってるだろうけれどそういう人ほどかえって引っかかりやすいもんだからねでもまさかと思ったわおしのは火鉢の縁でキセルを叩いた あんたは合わないから知らないけれど、まるっきりお坊ちゃんで、気の優しそうな人柄なんだもの。それはあんただって同じことじゃないの少しおどおどするくらいうぶで、寝た時なんぞ硬くなって震えていたし、まるで何にも知っちゃいなかったわ。おしのはタバコを詰め、火鉢の炭火を転がして吸い付けた。 部屋の中はやはり散らかし放題であるが、二人の他には誰もいず、明るい窓の障子の外では、雪解けの雨だれの音がしていた。結局、どのくらい損したのよ。一両一部とちょっとかしら。おしのは片手の小指で耳の後ろをかいた。今考えると欲張りすぎたかもしれないわ。 三十両か五十両くらいに言えばよかったかもしれない。それから大きく持ちかけてもよかったんだ。さあどうかしら。甘く見すぎたのが悪かったのよ。だって疑わしいようなところはこれっばかしもないんだもの。おしのは自重するように鼻の頭へシワを寄せた。それ何よ。また子供へ縫ってやるのね。 わえりがないって言ってきたから。そんなこといちいち聞いてやることないじゃないの。里淵をきちんとやってあるのにさ。あんたは少し人が良すぎるんだ。さあどうかしら。おつねはせっせと針を運んだ。凄腕のおしのさんだって。これで案外人のいいところがあるからね。よしてったら、もうわかったわよ。おしのは、 苛立たしそうにキセルをはたいた。タカが一両にぶたらずじゃないのをすぐに取り返してみせるし、それに、まんざらの損ってわけでもないのよ。負け惜しみを言うつもり、正直な話、と、おしのは含み笑いをした。見かけのうぶな割には、いい味だったんだ。せめてね。 おつねがそう言いかけたとき、帽子を開けて、女のしゃがれた声が聞こえた。ごめんください。おしの姉さんおいでですか。ああ、いますよ。おしのはキセルを置いて、立ち上がりながら言った。取られるものは、きちんと取られる。こうなると、日がけも楽じゃないわね。そして、次の前、出て行った。